関ヶ原で勝利したとはいえ、未だ世は収まらぬ。家康を倒し、義の世を築くのだ。甘いな。わしに何の不責もないと思うとか。あいつ一つでこの戦場という五番はひっくり返る。浅宗、こっちも何か成功に苦労してやるがよ。では誰を主力に勝利する。よし、北門を開き、北に鉄砲を打ちかけよう。バカにしようって。あなた、決起に耐えるよ。我が首、見事取ってみよ。敵将、立花が討ち取った。お見事です。まずい、援軍を。関ヶ原での裏切りは何とか許してもらったが、このまま西軍についても減俸は確実だ。この刀が道を開く。立花、ついてこい。敵将、立花が討ち取った。我らも続くぞ。この配下、のろしを上げよう。毛利に寝返りを促せ。正義はやはり徳川のみにある。どうしてもこの一方しかできないんだ。火を手水に滅ばれるのは吸い込まれる。よかろう。悪い弓は出し切らねばならない。お前らに敗退した暗黒先生様、囚われたいし。あの老人にそんな気概があったと。後で好き。バカめ、天下は徳川に決まりよう。わしはその元で権力を握り、次の天下を狙うのだ。ブバザル、ご苦労。このままではまずい。援軍を。三成、待たせた。義によって我ら三成殿に助太刀いたす。敵将、立花が討ち取った。お見事です。打ち取った。やるではないか。
このままではまずい。援軍を。援軍開始いたす。貴様、橘が討ち取った。あなたこそ天下に名高き強者です。この城のどこかに AK が囚われておる。救い出して本陣に包囲すれば。いざ戦わん。城内の敵を掃討し天守への門を開くのだ。これしか
あなたこそ天下に名高き強者です。やるではない。お味方ですか。助かりましたぞ。これしか立花なれば当然だ。
永遠のつまらぬ再び乱世。まずい、より気味が危ない。してまいる。
確か天使は小天使とつながっていたはず。
敵将、立花が討ち取った。お見事です。天下は広い。その天下貴様は一人で死にようと、その思いを貴様は一人で死にようと。戦場に花はいらぬ。勝利のみでよい。